心肺蘇生法は、呼吸が止まり、心臓も動いていないと見られる人の救命へのチャンスを維持するために行う、循環の補助方法である。CPR においては、心臓マッサージを主に行い、余裕があれば、軌道確保し、呼吸の補助方法である、人工呼吸も行うには、救助者が人工呼吸の訓練を受けており、それを行う技術と意志がある場合は、 人工呼吸を行うこととされている。心肺蘇生法は、特殊な器具や医薬品を用いずに行う一時救命処置と、BLS のみでは、心拍が再開しない場合に、救急車内や病院などで、救急救命士や医師が、気管挿入や高濃度酸素、薬剤投与も用いて行う二次救命処置の範囲がある。また、BLS の範囲でも救急車内や病院などで、 行う CPR と市民救助者が救急車が来るまでの間に行う CPR は異なる。訓練を受けていない市民救助者と訓練を受けている市民救助者でも一部異なる。ここでは市民救助者による BLS の範囲の CPR について解説する。CPR とは脳への酸素供給維持である。脳自体には酸素を蓄える能力がなく、 呼吸が止まってから4から6分で低酸素による不可逆的な状態に陥る。そのため一刻も早く脳に酸素を送る必要がある。人間の脳は2分以内に心肺蘇生が開始された場合の救命率は90%程度であるが、4分では50%、5分では25%程度となる。したがって、救急隊到着までの数分間に、 現場に居合わせた人による CPR が行われるかどうかが救命率に大きく関わる。訓練用の人形に1分間に100回の胸骨圧迫を行っている様子。押したらしっかりと胸を元に戻す胸骨圧迫とは一般に心臓マッサージと言われるものである。心肺蘇生法の中心をなす対処法で心停止した人の胸の心臓のあたりを両手で圧迫して 血液の循環を促す。胸骨の下半分、胸の真ん中に手の付け根を置き両手を重ねて圧迫する。肘をまっすぐ伸ばし、100から120回、分の速さで継続できる範囲で強く圧迫を繰り返す。ガイドラインでは胸が約5センチメートル沈むように圧迫するが、6センチメートルを超えないようにするとあるが、 その場で測れるわけではないので、継続できる範囲で強くでよい。押したらしっかりと胸を元に戻す。訓練を受けていない救助者は、自動体外式助再動機、または救急隊到着まで、ハンズオンリー CPR、つまり胸骨圧迫だけを続ける。極力他の人を巻き込む。秒単位で12,345と数えてもらうだけでもよい。 5秒の間に8回以上なら100回、分以上を満たしている。数えることに応じてもらえれば、胸骨圧迫を変わってもらえる、可能性が高い。疲れてきたら周りの人に1分間だけでも、変わってもらう。強く早くを維持するためにも抗体は必要である。胸骨圧迫を中断する時間を、最小限にする。心肺蘇生の国際ガイドラインでは、心肺蘇生法の中で、 胸骨圧迫の迅速な開始と、中断の最小化が最も重要視されるようになった。なお、心臓マッサージは、外科が胸を切開し、手で直接心臓を揉むという方法であって、胸骨圧迫は心臓マッサージではないという意見もあるが誤解である。胸を切開して行う心肺蘇生法は、海峡心マッサージ、海峡 CPR といい、二次救命処置に含まれるが、 それに対して開胸せずに行う心臓マッサージを平胸心マッサージということがある。その平胸心マッサージの中で医師や看護師、救急隊員以外の一般市民が救急車が来るまでの間に行う一時救命処置として推奨されている心臓マッサージがこの胸骨はパクである。ルーカスやオートプルスがある。以下に意識、呼吸ともにない場合の CBR を行う手順の 概略を JRC ガイドライン2015に沿って記す。CBR は厳密には AED を含まないが、実際には不可分であるため、ここでは AED も含めた BLS の範囲で手順を説明する。各手順の詳細は一時救命処置を参照されたい。1、安全を確認2、意識の確認3、応援を呼ぶ4。 呼吸の確認後、心臓マッサージ6、軌道確保感染防止用フェイスシールド7、人工呼吸8、AED による、除細動なお、アメリカ心臓協会の TB コマーシャルでは、一般市民向けにもっと簡略化して、まず救急へ通報、次に、胸の真ん中を強く早く押す、だけを強調している。そして、早く、つまり、 胸骨圧迫のテンポについては、ディスコ映画のサタゲーナイトフィーバーの名曲、ステイン・アライブを推奨している。この曲のテンポは1分間に103回で、思い出しながら押すと、約113回、踏んであったということから採用された。強くの程度については、触れていない。とっさの場合には深さの検証などできないし、CBR の講習で4から5センチメートルといっても、 初心者はおおむねそれより弱い。従って強くだけ意識してもらえれば良いということである。ハンズオンリー CPR、すなわち胸骨圧迫だけでも良いとする根拠は、現行のガイドラインがすべての人に完璧な心肺蘇生法を要求するのではなく、一つだけでも正しいことが行えるように普及することを、救命のための重要な理念としているためである。 そのことから蘇生の最も重要な鍵とされている、絶え間ない胸骨圧迫に焦点を置いた指導を言う。実際の場面では、人工呼吸への抵抗感から CPR を躊躇する人が多く、胸骨圧迫だけで良いなら、CPR の実施率が期待できること。目の前で倒れた人の場合は、倒れて10分程度の救急車が来るまでの時間であれば、絶え間ない胸骨圧迫が行われた場合の、 救命率が高いというデータがあることなどによる。ただし、呼吸停止から心停止となることが多い小児や、溺水などの心停止では、血液中の酸素の枯渇が頻発であるため、人工呼吸が必要である。ポイントは、胸骨圧迫を極力早く行うことと、その中断を最小にすることである。また全ての救助者が訓練の有無にかかわらず、 CPR を実施することが可能なように手順をわかりやすくしたことである。また119番側では、連絡をしてきたものに胸骨圧迫のみの CPR を指導するべきであるとした。手順の主な変更は次の通り。CPR 患者の生還率重病患者においては、少なくとも10%が c p r により生還している。 米国病院における2001から2010年におけるサンプリング調査によれば、全体の性管理数は19%であり、がん患者においては10%、透析患者では12%であった。80歳以上となると14%、黒人で15%、介護施設患者で17%、心不全の患者で19%、 ICU 外の心臓モニタリング患者で25%であった。進行が患者を対象とした別の研究では10%の生還率であった。スウェーデンにおける患者を対象とした研究では CPR も少なくとも30日生存した患者は70から79歳では40%、80から89歳では29%。 90歳以上では27%であった。その他、BLS のガイドライン等については一時救命承知の外部リンクを参照。ありがとうございます。